皆さんこんにちは。日活研究所の渡辺です。今日はこれから皆さんにダニとアレルギー問題についてお話しいたします。どのような食材にダニが繁殖しやすいでしょうか。ダニはお好み焼き粉、ホットケーキミックスなどの旨味成分がある粉類に多いようですが、それに限らず解放後に保管している多くの食料からダニが検出されています。粉類では小麦粉、でんぷん粉、パン粉、そば粉、粉類を加工した食品では麺類、パスタ、マカロニ、パン、そばなど、また調味料の七味唐辛子、かつお節、昆布、砂糖などいずれも保管状態が悪いとダニが侵入して増殖する可能性があります。